アスタリスク。なんかまだ1分ぐらいあったけど、閉じちゃった。間違えた。1分ぐらいあったな。まあいいや。横たれたすけさんいらっしゃい。一ゲットありがとう。のりさんいらっしゃい。サハラの声フェチさんいらっしゃい。映画団のアジトがここにあるんですよ。今日ちょっとそこまで行けたらいいね。まこつ。ひろにちさんいらっしゃい。エロ漫画展開なら、うん、男一人さらってうんぬんかんぬんやな。絞り取ってやろうっていう。ちょ、出口がわかんない。どこだ出口。なんかいいお肉売ってた気がする。ここキノコ。あこつ、あこついらっしゃい。まさーい。あー、かわいいですね。宿女の服。でも今着てるやつの色違いだよね。色違いか。ウータンいらっしゃい。あ、でこれが飼いならされてる砂ざらし。ゴロゴロ。あ、ハンマー見て、いただこう。武器ポーチがいっぱいです。困ったな。まだ家が買えないので。こんな壁も登れるのか。うんうん、登れるよ。登れない壁は見た目がちょっと違うかな。わこそは白豆さんいらっしゃい。慣れてるでしょ。これで女子ならいい品ぬなんだけどな。これリンク。20ルピーか。自分で捕まえよう。ご飯。祠の中以外は全部登れない。女子扱いしたらええね。祠の中以外は全部登れない。あれって祠の中の物質だけなんだ。なんかあるよね、登れないところ。あとはすごい反り返ってるところとかは登れないですね。ちょ、野生の砂ざらしで行きます。お金節約。カーティしてる猫みたい。おいし。あ、はい。FF7 のリンクこんな感じになるのかな。こんな感じ。はい。なんか新しい情報って出たん。はい。リメイク。釣りゲーとかな。出るらしいな。あ、いい、いいんだよ。はい。うん、なんか止まってるね。上におったな。はい。ゼルダみたいな。ファイの方が好き。うんうん、そういえばこのゼルダは釣りないのか。
釣りはないね。もう手で捕まえる。潜って、ガシって。はい。難しいな。はい。はい。千秋直美ね。千秋直美って誰？さあ、ここ寒いのか。千秋夫やって。千秋よそ千馬さん千秋の海って何？じゃあねー。大丈夫だよね。モノマネ芸人のコロッケのモノマネ、千秋夫で草足玉菜のモノマネをして言う女芸人さんのマネしてください。ペルツキさんいらっしゃい。足玉めめねんでよ。どこか E 型出てこなかったっけ。これこっち、こっちか。今日クリアル。今日クリない。武器をください。こんなに出てきたっけ。なんかおる。ちょいちょいちょい。私が守る。ちょっと無視するか。夜ですね。いらっしゃい。武器ないんだもん。中に個性めっちゃ重いんですが、わら。あ、本当？いらっしゃい。新配信だからかな。武器ってどっか調達した方がいいかな。弓ばっかあるんだよね、ここってね、確か。放火魔。うん。
妖精ってあと何個あるのかな。リンゴ6個でしょ。妖精1。妖精1。新配信は画質切り替えればある程度軽くなる。そうだね。HTML 版にして。ほらゾウさんのところはもうやったん。ゾウさんね、もううん、やったやった、役外でやった。こっからやってないもんね、配信で。レレ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 、エバラのゴマだれ。スニーキーパラセールでお買い物行くソハラさん、こんにちは。アイさんいらっしゃい。楽だわパラセール。松明でとどめてさせる？させないよね。もうガーデンウォークにしようか。あ、危ない。いらっしゃい。ホースのやつのバナナはいただいた。すぐ増えるからな。吹いていく。うん。こいつらに捕まっていやらしいことされそう。リンクがリンコちゃんだからな、今。てか今ここは暑くないんだよね。忍びの衣装ってやっぱいりますね。気づかれないと思うんだけど。寒がってないよね。アクです、いらっしゃい。松明最強やね。ここしかも途中セーブができないんだよね。松明杖わらわら。松明杖な。ある程度走って近づいても大丈夫か。待ってる。
やつの命の火を消してやったぜ、ドヤ顔。ドヤ。武器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 。サファイアか。初見屋で。初見屋でいらっしゃい。こんにちは。いいガナンのとこやっちゃいます。和骨。和骨六さんいらっしゃい。ここは走っても大丈夫だったな。バナナだー。イエーイ。どんだけバナナ好きなんじゃこいつら。いっぱいあるじゃん。よっ。めっちゃあるわらわら。いいね。わらわら。トパーズ。さあ、メタルギアソリッドやったことない私がスニーキングミッションします。難しいんだなここ。遠くに投げんといけんね。で、とさっと落ちて、まあ上からじゃなくてもいいか。あと何分？43分ね。いけるいける。積んだか。積んだか。大丈夫、一回クリアしてるから。今のはスイッチの不具合だな。仕方ないな。任天堂さんに突だ。コンパチは。エドインさんいらっしゃい。俺、参上。で、参上。またここからなのか。そうだよ、一からです。もう、一回バナナいっぱい取れるね。うん、何回でも取れる。多分この辺いるんだろうな、コログ。ちょっと探すのはまだいいか。パリーパリー、もう一回遊べるぞ。うん、遊べるぞ。おーい。コントじゃねえか。うん。うほうほ。の大好物剣バナナ。アジトになぜかバナナが落ちてる。ラッキーって思ってるんかな。そうだね。コログ900箇所あるってすごいよね。900ね。ちょっとミスった。柱登ってしまった。和骨、ここ難しいのよね。うん、いらっしゃい。実は2回目なんだけどね。1からやってるので。そ
カウント降りれないもんかね。ないか。僕らもスイッチが落ちてたら罠だと思わずにラッキーって。そうね。うおっていくんでしょ。2周目なんだ。うん、2周目でもないんだ。ハーブだ。一回砂漠のとこまでやって、ちょっと3ヶ月間眠らせといたんだけど思い出せなかったから、まあね、一からやってます。このおっさんって倒せるんだ、わらわら。うん、倒せるよ。え、どうやってクリアしたの？クリアせず？この人は、いや、素通り、MGS 好きなので。あ、そうなんだ。ありがとう。こうやってね、スニーキングして段ボールに隠れて進むのかな。そうそう。確かこっち側に投げてあれしたな、前。バナナ投げて、不意打ちして。弓でヘッドショットしてたわよ。マジで？遅いです。そうなんだ、おはよう。ヘッドショットしたんだって。あ、ちょっとやばいな。攻略本買ったら、マップのでかい張り紙あって、そこにコログ900個と大型星と銅が載ってて便利だ。あ、そうなんだ。攻略本ね。MGS なら無線でアドバイスもらうところだ。買おうと思ってるんだけど、とりあえずクリアまでは。ガバガバ警備、わら。ダメだ。困難だったら全部駆逐して進んだ方が安全だよな。強いんだよ。すごくありがたい。結局取らないから。取らなかったの？あ、食べちゃった。もっとあの奥に投げて。バナナ食べたくなってくる、わら。バナナをいっぱいあげていく。ゴリラ説、何日かかるんだろう。よし、これでいけるだろう。おかしいな。もうちょっと。もう戦う気がせん。早くやって。ちょっと早かったか。わらわら。ちょっと早かったか。ごめんね、なんちゃん。うるさかった。敵強。うん、強いんだよ。だからいつも不意打ちでやってた。全部。このおっさんたち攻撃力っていう加速し技使うからずるい。即死技か。ついてくるね、集中するから。今危なかったな。うほって言ったな。
張したよね。うん、あそこにもバナナあるよ。よっ。イエーイ。まあ、いっか。弓矢でヘッドショットって難しいの。ヘッドショットしても結局気づかれないの？集中してるとお腹減ってることすら忘れるはずだから。もっと集中します。すいません。ヘッドショットでクリアする人いるんだ。みんなどうやってクリアした？ここ。なっちゃん見えない。和骨、全員惨殺してクリアしてほしい。順番以外する。敵の動きを封じた。オメガヘッドショットやってみよう。敵の動きを封じた。ノンバ以外スルーだって。あ、じゃあ気づかれないように動いたってことか。私は全部倒したな。スルー派。スルー派。明らかに怪しい罰が書いてあるんですが、それはどうした？十字キーの上のアイテムは何持ってるの？十字キーの上のアイテム？どれかな？次無理だったら一番初めのやつヘッドショット試してみようだろう。そうだね、ヘッドショットで試してみるか。十字キーの上のアイテム、ああこれアイスメーカー。え、もしかしてビタロックとかで止めてんのかな。そんなことが。できたりするんだろうか。ピタロックはまだ1段階なので、うん、そうだよ、強化してない。なんか効果なんか足りなかった。ダメじゃね。自分服。いやー、怖い怖い怖い。あ、バラ。え、わらわら口笛わらわら。今壁にぶつけたよね。危な、バラ。近い、バラ。え、これ気づかれてる？これ気づかれてる？どうしたらいいかなこれ。見てるわらわら。見てるな。わらわら。ほんとどうしよう。何これ、わら。どうしよう、見つかる以外の選択肢ない。腹筋バキバキ。バナナ投げてみたら。バナナ放るか。バナナを。バナナ投げてみよう。バナナを後ろの遠くに。謝ろう。バナナぶつけよう。ピク。こっちに。お腹痛え、わらわら。こっちに。グッタン？え、バラ。わらわら。あ、いけた。わらわら。あ、危なかった。わらわら。おほほほほ、言ってたな。動いた、わら。動いた、動いた。わらわら。あ、危なかった。わらわら。さっそは、わら。わらわら。ちょっとバグったね。あざーす。え、あとの門番か。後ろにもいるけど。うほうほ。ほうほう言ってたね。この辺で
取れちゃった。なんか処理がどっち選択しようか迷ったな。迷ったんだね、多分ね。作戦1バナナで不意打ち、作戦2とりあえず全員倒す、作戦3気配を消して進む。やりましたぞ。剣バナナ。バナナ放置はね。うん。バナナ回収しなかったのか。わらわら。見つかりそうでいいよ。バナナ回。バナナ回。てんてんてれれてんてん。なんちゃん集中するので降りていただいて。おい。やだやだ。お前誰だ。俺様の昼寝場で何をしている。結局見つかる。お前が腰につけている、それはもしかしてシーカーストーンか。シーカーストーンということは、あだ、俺たちが探していたリンクってやつか。おーラッキー、探してたやつが自ら俺様のアジトに迷い込むとはな。おっと失礼、俺様の生かした名を教えてやろう。イーガ団の総長、強くたくましい男、それがこのあれ。お腹出てる。何この友達。コウガ様だ。覚悟しな。話しないな。いいのじゃないのかい。コウガでした。違うか。忘れていた。ゾウさんだけ？よっ、早かったか。やっぱりゴーディアンアクス、もったいないな。うまい。もったいないな。いい武器がないね。松明、やっぱこれか。お尻を棒でチクチク。うん、飛び方。
んて弱いやつだよ。なんだってこんなやつに。こんなことがあってたまるか。おっと、つい怒りに我を忘れてしまった。さっきの見回りのが強いのにな。うん、本当に強いんだ。初見じゃないのか。うん、ここまでやったのは具合で。人も大好くやられるはずがないな。このままやられるわけには。和骨、これ殿様。殿様、マギーさんいらっしゃい。そうだ。クックックック。わあ。この俺様は本気にさせてしまったようだな。代々伝わる奥義でお前を葬り去ってやる。これで終わりだ。忍法。巨大すぎたか。お前が見えなくなってしまった。まあいい。どうせお前は今に消えていなくなる。この奥義はな、一族の王様のみが使える究極の。ダブル、覚えてろ。和解しようとは頼んだぞ。消えていなくなった。わらわら。っていうね。ボスでした。マギーさんいらっしゃい。題名の兜ゲットです。さあ帰りましょう。茶番。うん、茶番。武器集めしないといけんね。みんなってどういうとこで武器集めてたん？やっぱりゴブリンの巣とかこう好きな武器があるところってチェックしとくのかな。コウガ様かわいいね。愛されキャラだと思う。闘技場、あ、試練クリアしまくってた。闘技場、私この前いっぱいになった。ハイラル城らしい。ハイラル城まだ行けないしな。和骨、赤ちゃんは何してるの？猫とじゃれてる。今ね、寝てるよ。まあ、赤ちゃんじゃないんだけど。こうして、むしろ猫が私に戯れてるな。にゃーん。闘技場ってさ、あの、入ったところにライネルさんいなかった？これも初めて知って、闘技場があるのなんだろうと思って。ワイ赤ちゃんやで。クルムゼさんいらっしゃい。バブいるよ。いるよね、あそこね。貴様なんかをネアに通すと、ルーズ様は一体何を考えていらっしゃるのか。2階へはこうか。取ってきました。待っておったぞ。ふ、語らずともよい。これでもこのゲルドの族長だ。お前から溢れる神器の力ぐらいわかるわ。大概のゲームは闘技場でいい装備あるの、うん、大概のゲームは上から入ると属性武器を持ってるやつから先に戦えるので。そうなんだ。確かにね、上からちょっと覗いたら一匹ずついた。ちょっとこのイベント置いて行ってみようか。わらは見ての通りまだわらしじゃ。民の目はみんな温かいが、それがわらわにとっては辛いこともある。一日でも早く真の意味で族長として認められねばと気負っておったが、神器を盗まれた時は正直目の前が真っ暗になった。そんな中お前が訪ねてきてくれたのはウルボザ様のお導きであろう。さあ兜をここへ。全部振り玉ありがたいな。どうだ。でかいな。思い出す。
彼女の私物かな。後半になると強い武器いっぱい手にはいるのでガンガン使っていっても大丈夫ですよ。ウルボザ様。ああ、呼び立ててすまなかったね。でも早かったじゃないか。そうそう、さすがお姫様好きの騎士だ。今日の調査も張り切ってたからね。疲れが出たんだろうさ。で、どうだい、この子と仲良くできてんのかい？そうかい。でも勘弁してやりなよ。お姫様はあんたの背にある剣を見るたび落ち込んじまうのさ。自分はハイラル王家の出来損ないだって。それはあんたのせいじゃないんだけどね。この子はさ、ずっと頑張ってきたんだよ。封印の力を得るために小さい頃から毎日毎日祈りの修行。冷たい泉で無理するもんだから熱出したり倒れたり、それでも力は得られなくて、せめて自分にできることをって異物の研究まで始めて。本当にいい子なんだ。だからさ、守ってやるんだよ、あんたがね。冷えてきたね。そろそろ起こした方がいいな。ん？ああ。ウルボさん、何ですか今の。あなたどうしてここに。メガオドッキリ。かっこいいね。思い出した。どうしたぼーっとして。ちっちゃくなったな、ルボザ様。パチン。ドカン。ドカン。それよりも、どうだ、似合うか。ちょっと大きすぎかな。これ似合うよって言ってあげようか。そうか。かわいいね、ルージュもね。これは、これでかわいい。バラ、うん、そうそう。このスケコマシ。神器を捜索している間に大きく変わった。いずれ町にも危険が及ぶやもしれん。わらは族長としてゲルドの民として何としてでもあれを止めねばならぬ。共にいてくれるな。うん。戦いの前だというのにお前の一言でこうも心が落ち着くとはな。わらは先に行っておる。町から南東にある監視所で落ち合うとしよう。ナボリスには砂ざらしに乗らねば近づけん。監視所は町から相当くないが、腕鳴らしも兼ねて砂ざらしで来るといいだろう。わらわの愛砂ざらし、パトリシアちゃんと共に待っているぞ。にしてもやっぱり大きいな。行くところがここですね、観測所でね。なんかね、この辺どこなんだかな、どっかにね、ジエンモーランみたいなのがあるよ。なんかでっかいジエンモーラン、あれも倒したいね。どっかに女がわーっておった。じゃあ闘技場はね、確かね、この辺。ドアバッチに行くの？今日は行かない。闘技場はどこだったかな。ここか。闘技場はどっち？ここ、ドラを鳴らせ。ここらがあるんだったかな。馬で行かないといけないな。どっかに祠があればいいんだけど、これはここだったかな。
からでもするか。この枠でやめるね。お腹空いちゃった。ご飯作ろう。女神の座ならざるに。そっか、ず。うん。お腹が空いたらパンを食べればいいじゃないの。パンはありません。夜は、うん、あるある。イランドラしようか。昨日はサンタロウの日だったな。サンタロウって何？サンタロウ？サンタロウ？英雄の。英雄の？あー、エレキの力。ダブルチーズバーガーだっけ？ピシビュメンかな。英雄ユーザーがダブルチーズバーガー無料のやつ。なんかそれさ、ソフトバンクもなんか金曜日は無料とかなんかやってない？au でも月に3日サービスデーができたの。全キャリアやってる。そうなんだ。ダブルチーズバーガーだけ？あ、でも無料なのか。それはすごいね。ああいうのって言ってもさ、結局抱き合わせでなんか買うでしょ。今ダブチバーガー無料でお客殺到だったらしいです。ある意味ね、利益出たりするんじゃない。 NG コメントです。新ソフトバンクだからアイスもらってってって言おうかな、うん、そうだよ。13、23日、今月はダブルチーズバーガー無料。ダブルチーズバーガー食べたくなったじゃないか。マック行こうかな。お腹減った。お腹減ったね。なんか肉肉しいバーガー食べたい。またはぁ、あ、食ったっていう。食べたい食べたい。マークはね、普通にハンバーガー好きだよ。最近食べるものにも飽きてきたよね。欲しいものがないっていうか、胃腸炎には厳しい食べ物だよな。早く元気になって。ガーディアンナイフか。ナイフの方がいいか。松明。ビリ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 。スマホ電池が 5% しかない。オメガ、もうすぐ仕事なの。いってらっしゃい。あ、落としちゃった。見てくれてるんだ。台風来る前に買い物済ませなきゃ。うん。あ、動かしちゃった。ちょっと待てよ。宝箱取った？全部。あ、あるね。どっちだ？埋まってる？もう来てる。台風、雨すっぽ。雨すごい。こっちだな。
今日魔法陣ぐるぐるやるらしい。魔法陣ぐるぐる。あ、あった。間違えた。あったあった。あ、じゃない。ギップルとかいうやつがいるやつじゃなかったっけ。クサーってやつ。結構昔のアニメじゃないですか、魔法陣ぐるぐるって。再放送ってこと？フォローしといたで、アットマーククラトス。あ、ありがとうクラトスさん。よろしくお願いします。今ね、ゼルダとね、夜はレトロゲームやってます。ミラーアンドラっていう変なローグライク。北北親父とか懐かしい。あ、そうか。北北親父ってそうだっけ？新スタート。新しいお話ってこと？仕事休みになったわ。ソハラも休み。うん、ソハラさんずっと休み。サンクスいらっしゃい。ずっと休み。あ、でもガーディアンナイフの方がいいか。荷物がいっぱいじゃな。16って言ったら弱いもんね。台風で休み。スタート直前 SP だって。スタート直前スペシャル。楽な祠じゃった。うん、台風で引きこもり中。タタタタン。お、いい加減スタミナ増やすか。ハート好きなんだけど、ゴリれるから。アコツ、アコツいらっしゃい。スタミナ増やしてくるわ。台風で休みですわ。うん。あ、お外の仕事だから。沖縄でももうだいぶ過ぎたんじゃない？まだあれなん？今愛媛って言ってたな、さっきの枠で。一気に休みになると嬉しいね。何しようってならん？仕事じゃあったりがさ。ドミノ完成するまで帰れません。声優さんって変わったんかね、魔法陣ぐるぐる。そうそう。あ、そうなんだ。まあゆっくりしてください。この枠で終わります。18時頃に大阪って今朝見た気がする。夜関西か。アニメ関係ないやん。わら、関係ないね、ドミノ。じゃあマーク行くなら今ってことか。やっぱ外出るのやめる。マックは諦めるわ。はっ、うう、しゅっぱ。やめるんかい、わら、わらわら。やめるんかい。お外に出たくない。今マックポテトペンサイズ150円だって。頑張りの器。今日まで雨降ってるよ。今自分で作るワンちゃん。ハンバーガー？パンがないな。お肉ならいっぱいあるんだけど。お供え物を取る。じゃあ、今度はバナボリス頑張るか。パンがなければケーキで挟めばいいじゃない。ケーキ。甘いマスな。肉肉バーガー。肉肉リンクってなんだかんだ窃盗好きよな。うん、タンスも開けるしね。どこぞの主人公と一緒です。タンタタン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 。よう遊んだ今日も。話いきなり変わって申し訳ないんですけど、
帰れ。ドラクエ10のアップでは明日ですか？ドラクエ10明日？今日だと思ってた。大型アップで唐突、あら唐突だろ。ドラクエリスナーさんいないか。今日の12時半だったはず。夜から、夜の12時半から明日にかけて大型アップで、明日からか。じゃあ新ストーリー、そうそう、深夜ね、分かった。まあ今日は2回やったから。あー、めんどくさいとこだこれ。ビリビリするやつだ。ビリビリ。こうやって触れて大丈夫なんだっけ？時間内にクリア、きつそう。大丈夫か。うん、そうだね。またやっときます。どこにあってね。確かメンテ明けはお昼12時やったはず。お昼12時。今日何かあるの？あれ、ドラクエ10が大型アップでするだけ？か。そうなんだ。うん、そうそう。もうあまりやってないの？ドラクエって。ポータルナイツ見てくれた？うん、見てない。おすすめのゲームだったっけ？ここなかなか面倒なんだよね。なかなかな。これ武器に電気流して無理やりやってる人いた。すごいね。武器に電気流すってどういうことだ？これ雷鳴の剣で、雷鳴の剣電気が来そう。はい、お疲れ様でした。ありがとう。ご飯食べてきます。間に武器置くと同体の役割してくれるはず。あー、なるほどね。おつおつ、おつおつです。じゃあご飯食べてきます。金属系だけかも。うんうん、おつおつ、いつも最後にやってるじゃんけんだわ。じゃんけんぽん。つこう。あそこでいいよね。ドラクエビルダーズをオンラインつけて4人 PT できるようにした感じ。4人パーティー。おつおつ。ビリビリ。ズコーかよ、わらわらじゃこ。アイコーズコー。アイコーズコー。